はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、私の趣味資格というメディアさんからちょっとピックアップさせていただくんですけれども、民間資格人気まとめ34選というものを見ていましたらですね、あまりにもソムリエとつくものがですね多かったので、これいっそのことソムリエ編でまとめてみたはどうだということでね、ソムリエだけをご紹介する回ということにしたいと思います。初めに言っときますとですね、ソムリエ資格、ほとんどがですね、ここにケース今ご紹介するソムリエ資格すべてがですね受講料1万円で、しかも 70% でね、取得することができて、かつですね在宅で受けられるというですね共通した、条件があります。ただ主催団体はいずれも違うということでね、なんとかソムリエ検定とかね、なんとかソムリエ資格は基本的に多分ね業界足並み同じなんだろうなというねイメージです、勝手に。はい、で、順番にご紹介しますと、ドライフルーツソムリエ、ということでね、これまあドライフルーツっていうのはね、お酒に合いますよね。ドライフルーツの魅力って本当に小さい頃とかわからなくて、本当に美味しくないなと思ってたんですけど、大人になってからですねドライフルーツの魅力に気がつきました。まあ、ある時ねバーでやっぱ飲んでた時に、ドライフルーツってどのお酒にも本当に合うなと思いましたね。日本酒にも合いますし、ワインにも合いますし、いやビールにも合うんですよね。いやドライフルーツは本当にすごい偉大だなと思いました。はい、で次がお肉ソムリエですね。まあこの辺はなんかね、ありそうなものですね。次はカクテルソムリエ、まあカクテルというのはね、ロングカクテル、ショートカクテル、まあスムージー、スムージーじゃない、フローズンか、とかね、まあ本当にさまざまレシピがあるわけですけれども、これのね配合とかそういうのをね多分問われると思います。カクテルはね本当に凝ってる人は凝っててね、もう芸術品、もう美しいなと思うようなねカクテルを作ってくれるようなバーもありますよね。そういうのをやっぱ楽しみに行くところがバーだったりするのかもしれませんけれどもね。はい、ちなみに前にねうちで働いていた従業員もね、すごくお酒が好きで、カクテルなんかをね趣味で作ってるってことでね、非常に美味しいカクテルを作っていましたけれども、まあ、カクテルソムリエなんか持っててもおかしくないなと今はなんかちょっとふと思いました。はい、で次スムージーソムリエ、まあ、スムージーにもソムリエがあるってことでね、まあ、スムージーも確かにね思い返せばですね、レパートリーめちゃくちゃですね、バリエーション多いですよね。いやなんかマックシェイクとかしか思い浮かばなかったですけど今。でもなんかよく考えてみれば、街中にですねバナナとかね、いちごとかね、レモンとか、レモンはないか、メロンとかね、なんか本当あるわけですから、まあ確かにそれのソムリエがいてもおかしくないなともなんかちょっとは思いました。はい、酵素ドリンクソムリエですね。次はこれは、まあ酵素ドリンクのソムリエなんでしょう。はいはい、次、ファスティングソムリエ、まあ、ファスティングってこれあれです、一時期ね流行りましたね。一定期間断食するダイエットです。本当にですねなんか大丈夫かというぐらいのねメニューで、皆さんね一時的にやりますけど、あれって結局医学的にはどうなんでしょうかね。やっぱりこう体とかっていうのは日々のなんかこう積み重ねだったりするじゃないですか。だからその一時的になんかグッと痩せる期間を設けることによって、じゃあ継続的にそうなるっていくのかって、むしろ逆でリバウンド効果の方が強いんじゃないかとかっていうふうになんか素人の私は考えてしまうんですけれども、それだったら例えば、半年間、炭水化物抜きダイエットとかの方がなんとなく定着しそうですけど、例えばある時の1週間だけ断食するとかだと、それってどうなのかなとちょっと不思議に、はてなですね。はい、最後、ローフードソムリエということでね、これもまあファスティングの一つになるんでしょうかね。ローフードっていうのはどういうものがあるんですかね。なんかその、塩抜きとかで、ね、なんかそういう話とか最近聞いたことありますけどね。前田敦子さんでしたっけ、子供のなんか料理が塩抜きなんとかとかツイッターで見て、それも本当か嘘か分かりませんけど、塩抜きっていうのはなんかあれですね、ご飯を与えないとかっていうよりも結構辛いというようなね、ある種の虐待みたいな話が実はあるって話ですけど、確かに料理にね塩が入ってなかったって考えるととても怖いなというふうにね思いましたけれども、まあそういうなんか世の中にはそういう食事もあるんだというね、ふうにね思いました。まあ
ね、いろいろありますねソムリエって、まあ、私が考えるソムリエっていうのは、まあ、温泉ソムリエなんかはねすごい有名ですね。あとは、ワインですかね、あのブドウバッジの、そのソムリエはすごく有名というか、まあ、誰もが知っているソムリエだと思うんですけれども、まあ、世の中にはですね、たくさんのソムリエがあるということでございますね。はい、皆さんもね他にもこんなソムリエあるよみたいなのあったらぜひ、書き込みなんかで教えてください。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。